1月29日23時45分になりました。今週も真夜中は雨のお時間です。さて、今日のお題はレトルトカレーのおすすめ。約束が苦手、1000円でできる贅沢、以上の3本でお送りします。ではまず今日は何の日のコーナーから。1月29日は人口調査記念日だそうです。1872年の1月29日に日本初の全国戸籍調査が実施されたことにちなんで記念日が設けられております。当時の人口は男性が1,679,6,158人に対して女性が1,631,4,667人の合計3,311,825人だったそうです。ちなみに去年、2022年はなんと総人口は1,512,5,000人だそうです。で、まあ、割合は省くんですけど、まあその過去の時と同じぐらい、まあトントンぐらいの、ちょっと女性が少ないくらいみたいです。めっちゃ人って増えたんですね。でもあのほら、なんだっけ、郷ひろみの大奥千万能みたいな、胸騒ぎみたいな歌あるじゃないですか。あれが何でしたっけ。人ってこんなんじゃんじゃん増えてるんですね。でも、待って、3300人から1億万人違う。1億人まで増えてるってことは、医学が進んだということで合ってますか？解釈って。医学が進んだので寿命が増え、長生きする方が多くなったから人口が増えたっていう感覚でいいですかね。少子化問題とか言いますもんね。少子化してるのにこの昔と比べたら増えてるわけですから、寿命が伸びたということでしょうかね。このまま行って少子化問題が改善されたら、もっともっと人口って増えるんでしょうかね。まあ単純計算したらそうなんでしょうね。それから前回の動画にコメントをいただきましたので、ちょっと読ませていただきたいと思います。いぶきさんの声は聞きやすくて落ち着くので、いつも楽しみにしています。ありがとうございます。いじめは難しい問題ですよね。された側が嫌に感じたり、いじめられていると感じたら、それはもういじめなんだと思います。する側は遊びのつもりだったとか、からかっているだけと言い逃れはできちゃいますからね、と来たんですけど、これめっちゃ難しいと思ったのが、被害妄想強い人いません？あの、私がいじめられたエピソードを話しといてなんなんですけど、ちょっとそれは極端に受け取りすぎじゃないっていう人もいるからな。なんかいじめとかって難しいですよね。こういうことされたらもうまさしくいじめだよっていうのが難しいので悩むところだと思うけど、たまにそんなことでってことで大騒ぎする人もいるからな。まあそれはいじめに限らないけど、された本人がいじめと感じたらいじめになるっていうのはもちろん大前提なんですけど、私はこうなんじゃないかとか思った時に、必ず第三者の人にこういうことを人から言われたんだけど、これって何だと思うとかって、必ず第三者の意見をいただいてから判断するように気をつけてます。じゃないと自分がね、極端に受け取ってるかどうかって自分じゃ気づけないんでね。はい。あと、我が家のカレーの定番はゴロゴロのじゃがいもと人参と牛肉というコメントもありまして、逆に玉ねぎなしのお宅もあるんですね。それがびっくりしました。玉ねぎないとなんか寂しくない？いやでも人参ない方が寂しい人もいるのかな。でもこれ見る限りカレーってそんなにあんまりたくさん具材入れないもんなんでしょうかね。とあとコメントに、各地域のレトルトカレーたくさんあると思いますが、おすすめありましたら教えてくださいと。これはあのお便りの方にも来てまして、あのコメントに書いちゃったけどこっちに送ればよかったかなとありましたので、こちらで話題の一つ目として取り上げさせていただきました。お便りコメントありがとうございます。実はですね、必ずレトルトカレーを買うと決めているわけじゃないのですが、人へのお土産でレトルトカレー買うことすごい多いんですよ。っていうのも、甘いもの好きなんだけどできたら控えたい人ってたくさんいるじゃないですか。もう私もそうなんですけど、もらったらもちろん食べるよ、だけど本当は甘いもの控えなきゃなとか思ってたりするんですよ。そういう人でもさ、ご飯は食べるわけじゃん。そうなってくるとカレーはかなり喜ばれるんじゃないかなと思いまして、私は結構甘いものを食べる人なのかどうなのかわからないのと、
好きだけど控えたい人かどうかの境目がわからないときは結構レトルトカレーを買います。じゃないと仲がいいから次会った時に渡そうってお土産買ってきても賞味期限が切れちゃうってことがあるんですけど、レトルトカレーは期限が長いので多少会うまでにね時間が空いても平気っていう、そういうメリットもあるなと思って、だからよく買う割には自分ではあんまり食べないのでおすすめというのがあんまりないのですが、ここでねネットで調査してきましたよ。ですね、全国ご当地カレーのランキングっていうのを見ましたら1位が牡蠣カレー、広島のお土産みたいですね。2位が飛騨牛のビーフカレーで、3位が大間のマグロカレーと、そこから牛に長いという字で牛長秘伝牛腸かな、和牛入れすぎカレーで、5位が肥後のキノコカレー、肥後で合ってるかな、肥後じゃない気がしてきた、肥後違うな、農業、間違っておりました。調べましたら文語と読むそうです。大変失礼いたしました。大分県のご当地カレーみたいですね。この中だったらパッと見惹かれるのはこの和牛入れすぎカレーは気になりますね。1000円。それから変わり種カレーもちょっと調べてみたんですが、広島県呉市の方で呉海軍艇肉じゃがカレーというのがあるそうです。実は呉市というのは肉じゃがの発祥地として名乗りを上げているそうで、海軍のカレーと呉市発祥とする肉じゃがを合わせることで生まれたカレーとのことです。これ美味しそうやんけ。変わり種というかじゃがいも大好きなんで、どっかで買えたら買いたいななんてぼんやり思いました。それからですね、いちご生産日本一の栃木県のカレーでいちごカレーっていうのもあるそうです。結構さ、カレーにリンゴとかフルーツ入れません？隠し味みたいな。それでいくとまあなんか一瞬ギョッとするけど結構合うんじゃないかなと予想しております。色どんなもんなんだろうね。そして最後がですね、花貴婦人のピンクカレーというものが出ているそうで、こちらは鳥取県産のビーツをペーストとして使用しているためピンクのカレーになっているそうです。ビーツ入れるだけでさ、すっごい紫っぽくなるの知ってる方いますか？だいぶ写真もピンクなんですけど、多分着色料使わずにこの色なんだろうなって感じです。これは味はどうなんでしょうね。機会があれば買ってみたいですが、逆に皆さんが住んでいるところのご当地カレーって何かご存知ですか？ちなみに私は島根県出身ですので、島根和牛というものがありまして、お土産売り場はね、だいたい島根和牛のカレーが売ってるかな。はい、では2つ目のお題に行きましょうか。ヤフー知恵袋より、社交的で明るい性格と周りからも言われるし自分もそう思っています。それなのにデブ症インドア派、約束しても支度が面倒かっこ断り文句を考えてしまう時もある。突然の呼び出し嫌い等で随分とモチベーション下がりまくります。日が迫ってくると約束しなきゃよかったとか、前日のダラダラの流れで全てが億劫になります。一度出てしまえば上記に書いた私になります。皆さんはどうやって乗り切っていますか？いやらしい話ですが、高いお肉や魚料理をご馳走してくれると言われたらホイホイ行きます。これね、ほんとわかる。これ聞いてる人の中にもいますか？同じ人。別にね、会いたくないわけじゃないし、遊びたくないわけでもないんですよ。ただ、憂鬱なの、約束が。どんなに仲いい人とでも憂鬱で、でも憂鬱ってことをその人に伝えちゃうと、会うのが嫌なのかなとかって思われちゃうじゃないですか。なんで絶対言えないんですけど、行くまでが憂鬱なので、何が憂鬱か考えると、結局待ち合わせに向かう時に電車に乗るじゃないですか、人目のあるところってことは適当な格好ってわけにいかないじゃん。それを考えるのが憂鬱ですね。個人的には人前に出るのがやっぱり嫌いなのかな。寝坊したこと別にないのに寝坊するんじゃないかって思って前日寝られないんですよ。例えば10時集合とか言われたら、10時集合ってことはそこまでの電車の時間逆算して、そこから、自分が準備するのにかかる時間を逆算したら、それならもう7時には起きなきゃなんないじゃんって2時ぐらいに思ったりするんですよ。したらもうね、寝れんくなる。今寝たら起きたらもう待ち合わせの時間になってんじゃないかとかね、もうありえないことを考えて寝れなくなっちゃう。これってさ、あれに似てますかね、大体毎回鍵閉めてるのに
元栓も閉めてんのに出かけてから、あれ私元栓閉めたっけ、鍵閉めたんだっけって思うのと似てるんですかね。取り越し苦労というか、大丈夫大丈夫ってことを後になってもずっと考えちゃうとか、まあそういう細々した小さい憂鬱が詰まってるんですよ、約束って、前日とかから。でここに皆さんはどうやって乗り切っているかと書いてあるんですが、私がこの悩みに頭を抱えてたのが結構前なんですけど、打開策として行ったのが根本的に時間を遅くしてもらうってこと。朝からとかもうなしで、早くても昼とか昼過ぎってなったらですよ、どんなに眠れなくても朝方寝たとしても寝坊しないぐらい寝る時間があるんですよ。なのでそういう風な時間にしてもらう。あとは何日に会おう、起きたら連絡するっていう、まあそういうの無理な人いると思うので、そういう人とはもう会い入れないかもしれないんですけど、あらかた大まかな時間の目安を伝えつつ、きっちりとした時間の決め方をしない。あと仲いい人にはもうそういう自分のメンタルを話しちゃう。あんまり早く時間決めてると自分眠れなかったり憂鬱で仕方がないから、ちょっとね時間遅めでいいとか言っちゃうとか、仲いい人にだけね。それ以外はね、なんだかんだ自分の前日までの仕込みで対処してます。自分は明日はこの靴、このカバン、この服、この髪型で行くってもう決めちゃう。そうすればね、もうそんなに困らないし、悩む時間もいらないんで、まあ、気が楽になって憂鬱感が減りますね。なんだろうな、人と会いたくないわけじゃないんですよ。ただ会うまでの段階とかが憂鬱なんですよ。自分が憂鬱。この人も多分似た感じっぽいですけどね。一度出てしまえば上気に変えて私、いわゆる社交的で明るい性格ということですね。で自分もね、会っちゃえば楽しいし、帰ってきても楽しかったなって思うことが多いので、結局行くまでなんよな。ただこの方と違うのは、高いお肉や魚料理をご馳走してくれると言われたらホイホイ行くと書いてあるんですけど、私それは絶対ないですね。みんなはどうですか？おごってあげるからご飯食べ行こうって言われたら行きますか？まあ、仲良かったら近ければ行くけど、別に高いご飯が食べたいわけじゃないので自分は大体行きません。めんどくさい。お家で好きな動画でも見ながらカップ麺食べる方が自分は好きです。あとおごってもらうのもあんまり好きじゃないんですよね。パチンコで勝ったからとかだったらいいですけど、相手の方が労働して得たお金だと思うと、自分はちょっとおごってもらうのはあんまり好きじゃないなと思います。まあ、今回出して次は私が出してだったらいいですけどね。考えすぎですかね。いやでもそれだけね、お金を稼ぐっていうのは大変なことですのでね、あんまり気楽に身内でもない方にお金を出しておごってもらうっていうのはちょっと自分は得意じゃないので、おごるからご飯行こうって言われても行かないですね。ツイッターとかでもちょくちょく話題になってません？おごられるおごられない問題みたいな、まあ、価値観の違いなのかな。どこかで何かお返しのしなければと言われてもないのに考えちゃう人間性なんで、自分はおごられるのは嫌い。はい、では最後のお題、こちらもヤフー知恵袋より、皆さんの1000円以内でできる贅沢を教えてください。私は駄菓子屋に行って大人買いすることです。これシチュエーション次第だと思って、いろんなパターンあると思うんですけど、私が今回お題にしたのは疲れた日の帰り道。今日は頑張ったし、お家帰って贅沢しようって時の1000円の贅沢。まず好きなバスボムとかバスクリーンを買う。まあ、これコンビニを想定してるので、ラッシュとかだったら1個5、600円すると思うんですけど、まあ、コンビニとかなんで多分200円くらい。それから次は優雅に過ごしたいのでパックを買います。これもきっとコンビニなので300円くらい、まあ、この時点でも500円ですよね。でそこからやっぱご飯ですよね。ここはですね、カップ麺を買います。というのも、贅沢といったらやっぱり贅沢な食事とかってなると思うんですけど、違うんですよ。いつもだったら夜は控えめとかするところを、今日は気にせず贅沢にジャンクフード食べちゃえっていう意味のカップ麺なんですよ。で多分カップ麺は250円ぐらいだよね。でこれで750円か。で残りの250円でデザートかアイスを買う。いやハーゲンダッツを買う。多分ね、もう多めに多めに今見積もったんで、そこにハーゲンダッツ買っても多分1000円ぐらいになるんで、これが私の仕事帰りにできる1000円以内の贅沢です。で今回はもしコメントしてくださる方がいるとしたら、
仕事帰りという私と同じシチュエーションで1000円の内訳でコメント欄にお願いします。でも先週の動画じゃないですけど、いろんなもんが値上がりしてるからな、1000円でできるっていうのも結構幅が狭くなってきてるかもしれませんが、皆さんは仕事で疲れた日のお家に帰って1000円贅沢といったら何買いますか？でもちろんコンビニということで一緒にお願いします。はい、ではそろそろ日付も変わる頃かなと思いますが、皆さん今週はどんな1週間だったでしょうか？私はですね、実はこの収録はいつもよりちょっと早めに収録しておりまして、29日かな、日曜日からちょっと実家にまた帰るので、まあ、水曜日までにはね戻ってくるから、みんな龍が如くの続き楽しみに待っててくださいね。でまあまあ今週他の日の話なんですけど、先週あの内容覚えてくれてる方いるかわかんないんですけど、私職場で結構理不尽なこと言われたとかってぼやいてたんですよ。なんで来週からこうやってやるって決めてたプランがあって、で今のところはそれが毎日実行できてるので、もう上出来な1週間です、今のところ。まあでもね、今まで思いやりでちょっと気使って残ったりとかしてたから、それをやめることにしたんですよ。具体的にその作戦をあらわにしちゃうと、なんで本当は残ってやった方がいいんだけどなと思いながら帰ってるので、慣れるまではねそこに勇気が必要なんですけど、まあでも大きな第一歩を踏み出したと思います。よろしければね、皆さんも今週1週間どんな1週間だったかコメント欄に書いててくれると嬉しいです。こちらのラジオはですね、概要欄の URL よりお悩み相談質問などなど何でも受け付けておりますので、匿名で送ることできます。全部読んでますので、皆さんお気軽に送ってきてください。あとですね、来週もまた待ってるよと思ってくださる方いらっしゃいましたら、いいねボタンを押して帰ってくれるととってもとっても嬉しいです。ではまた次回この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。